高島総一郎は、日本の政治家、元アナウンサー。福岡県福岡市長。大分県大分市生まれ。父は、元大分放送アナウンサーの高島慎一郎。母方の祖父は、元文後高田市長の倉田康夫。また親戚に、元日本テレビアナウンサーの小林寛吾がいる。大分県立大分舞鶴高等学校。独協大学法学部卒業。 大学卒業後、福岡の KBC 九州朝日放送に入社。朝です。メインキャスターやワールドプロレスリングの実況などを務めた。同期には田崎にっかり、宮本圭介らがいる。2009年4月、九州大学法学復習士、家庭政治学専攻専修コースに入学。熊本県議の大西和文とは研究室で、隣の席だった。 市長就任で2013年3月に退学。2010年9月2日、任期満了に伴う福岡市長選挙に出馬するため、九州朝日放送を退社。自由民主党福岡市議団が高島の擁立に動いたため、選挙戦では自民党、また公明党からも事実上の支援を受ける。同年11月14日に執行された市長選挙で現職の吉田博史市長。 元佐賀市長の木下敏之、植木富子ら7人の候補者を退け初当選を果たした。辞典の吉田と約6万5千票秒の大座をつけ、福岡市長としては史上最年少の36歳で当選。現職の市長の中では7番目、現職の政令指定都市市長の中では3番目に若い。12月7日、市長就任。 2014年11月16日に執行された福岡市長選挙に自民党、公明党の推薦を受けて立候補。開票開始前に当選確実が NHK により報じられ、史上最多得票となる256,064票を獲得して再選を果たした。市長選は高島を含め、元市長の吉田博志ら6人が立候補した。 1947年の公選制度入後初めて現職に前市長が挑む構図ともなったが高島は7区すべての得票で他の候補を上回り時点の吉田との票差は前回の6万5000秒から13万9000秒差に広がった西日本新聞の800人に対して行われたアンケートによると高島は自民支持層の75.1% 公明支持層の90.6%を抑えると、共に民主支持層からも23.6%の支持を得て、無党派層の50.6%も高島に票を投じた。2018年9月28日、東京に赴き、政治的に関係の深い麻生太郎、副総理兼財務省と安倍晋三首相に参戦を目指して、立候補する意向を伝えた。10月2日、 立候補の意向を正式表明。記者から、政党推薦について問われた際、私を推薦したい等があれば推薦していただければいい。マスト案件ではないと答えた。10月5日、共産党市議団事務局長の神谷隆之が立候補する意向を表明。10月23日、立憲民主党、国民民主党、社民党系で作る市議会会派。 市民クラブは独自候補の擁立を断念し自主投票とすることを公表した。自民党は15日、福岡市長選で参戦を目指す現職の高島総一郎の支持を決めたと発表した。参戦を目指して立候補した2018年市長選における、 得票数は前回2014年の市長選挙で自身が記録した史上最多得票をさらに29,371票上回り285,435票の史上最多得票を獲得した。有効得票数中75.1%、絶対得票率23%。投票率は過去最低の31.42%。 西日本新聞が期日前投票や投票日の出口調査で546人から得た回答によると自民支持層の90.6%公明支持層の90.9%国民民主の71.4%無党派層の69.8%が高島に票を投じた参考平成28年熊本地震の時も支援物資の提供などを行っている ただし、戦前の市長には、青年月日が不詳の者も,もおり、正確には不明である。2021年時点での政令指定都市市長の中での最年少は、堺市長の A 藤秀樹である。そのため、高島は2番目に若い政令都市市長となる。高島のすぐ上の政令指定都市市長は、千葉市長の神谷俊一である。ありがとうございます。